日本埼玉県所沢市緑町は田子門限社。緑町は埼玉県所沢市の町名。現行行政地名は緑町1丁目から4丁目。郵便番号は359-1111。所沢市中央北部に位置し、新所沢地区に所属する。周囲の松葉町、泉町、欅台、上洗、江ノ町、紅葉町。 北所沢町と隣接する。西部新宿線新所沢駅から国道四百六十三号に挟まれた地域で面積は約零点八八平方キロメートル。町内は駅前から時計回りに一丁目から四丁目まで設置されている。かつて日本住宅公団が当時の北所沢駅西側を北所沢ニュータウンとして九百五十七年から開発した。 新興住宅地であり、この計画をきっかけに、所沢市の人口は急増した。完成した高団住宅は、現在では、新所沢高団と呼ばれ、築後40年を経過し、老朽化したため順次建て替えが行われている。日本住宅高団が、開発主体となって開発された。北側の町境を砂川堀が流れている。町長別の面積の内訳は、 以下の通り。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば、緑町4丁目11の22の地点で21万8000円平方メートルとなっている。2017年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 新所沢駅西口所沢市内とこ所バス西路線新所沢パルコレッツありがとうございます。